どうもこんにちは。デザインスプラス苫小牧店の小山です。本日はメンズアイテムからデウスエクスマキナのパッパーダウンをご紹介したいと思います。デウスエクスマキナは通称デウスと呼ばれており、ファッションデザイン性だけでなくですね、さまざまなカルチャーに触れてアイテムを生み出しているのが特徴なんですね。今回のテーマもタンゴ・イン・ザ・ウッズというテーマのコレクションになっております。どういったコレクション内容かといいますと、ファッション性と機能性を持ち合わせたような、アウトドアシーンからタウンユースなシーンまで使えるアイテムが特徴となっております。こちらのパッパーダウンも根のロゴとかを見ていただくと分かるんですが、こちらですね、こうちょっとアウトドアなデザインになっているのが特徴ですね。シルエットはスタンダードなシルエットになっておりまして、クラシックなデザインになっているのが非常に特徴ですね。ディティールなどはこういった袖のボタンですね。袖のボタンがこうきちっと付け替えれるような感じで、あとは裾のドローコードもこのフロントについておりまして、こういったディティールが特徴なんですけども、これは本当に寒い季節になってから、手袋を履くことが多いと思うんですが、手袋をしたままでもこう簡単に止めたりできるっていうのが特徴になっております。これもすごい機能性の一つで、いい点ですよね。こういったフードのついたアウターなんですが、こちらも簡単なスナップボタンで脱着することができます。こう簡単にパチッと取り外してきちゃいますね、はい、このボタン一つ一つもデウスエクスマキナのロゴが入っているので、こういったディティールにもしっかりとこだわっているところがまたかっこいいですね。でフードはしっかりこの首元までボタンで留めれるようになっているので、風の強い日などにもしっかりと暖かさを守ってくれるようになっています。でこちらの外側のシェルなんですが、ちょっとマットな質感が特徴ですね。大人っぽい印象になると思います。このシェルは非常に耐水性の強いシェルを使っているので、雨だったり雪だったりが降った時にもしっかりと守ってもらえるようになっております。中綿はですね、 3M 審査レートという軽さと保温性を兼ね備えた中綿を使っており、軽くて暖かいのでボリュームを抑えることができるのがまた良さでもありますね。なんでこういったちょっとダウン系を着るとボリューミーになっちゃって着膨れして見えるっていうのが、こういったちょっとボリュームダウンして着れるような中綿ダウンなどとてもおすすめなので、よかったら試してみてください、はい、ではちょっと試しに僕も一回着てみますので、それでは着替えてみましょう。はい、着てみました。どうでしょうかね。着てみた感想はやっぱりすごいとても軽いですね。軽くてちょっと動きやすさもすごいバッチリあっていい感じです。で僕で、身長172センチで、体重63キロぐらいなんですが、今 L サイズを着てみてちょっとゆとりがあるぐらいですね。まだ季節的にもそこまで寒くないので、僕中ロンT1枚なんですが、ニットとか着ても全然固まらないで着れるかなぐらい。
感じです。では続いてちょっとコーディネートパターンなども紹介していきたいと思います。はい、はい、ではコーディネートのちょっと紹介なんですが、まあ、こういったアウトドアの雰囲気を持ったアウターなので、まあ、ベーシックにこういうチノパンを合わせていただいてもいいんですが、まあ、当店はちょっとねセレクトショップということで、こういったちょっとロンティーなどを着たい。でパンツは、ジョガーパンツなどを合わせて、もうちょっと都会的な雰囲気をお勧めしたいなと思っております。よければちょっと参考にしてみてはいかがでしょうか。ということで本日ご紹介させていただいたこちらの ASX マキナのパッパーダウン、お値段の方はですね税込みで 46,200円となっております。まあ、その他にもですねレースのアイテムたくさん入荷しておりまして、まあ、今僕が着ているこちらの、まあ、ベストタイプもございます。はい、そんな感じでたくさんのアイテムが入荷しておりますので、よかったらぜひ店頭にてお試しくださいませ。最後までご視聴ありがとうございました。